はい、どうも、渋キッチンです。今日はですね、高橋商店さんの安丸だし、こちらの贅沢ローストだし、こちらを使って、トマトのファルシのこちらのだしを使った贅沢ローストだしのソース、こちらを作っていきたいと思うんですけれども、ぜひその前にチャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。はい、焼き上がりは、はい、それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。まずはこちら、トマト M 玉と牛ひき肉、それから玉ねぎですね、とニンニクとグラナパダーノで、こちらがバターとパン粉、それから蜂蜜と黒胡椒ですね、でこちらがタイム、ドライタイムとイタリアンパセリ、これは塩ですね、それからこちら赤ワインと、今日はソースに使うこちら、高橋商店さんの安丸だしの贅沢ローストだしですね。このだしについての詳細は概要欄の方に書いておきますので、そちらをぜひご覧になってみてください。以上の材料を使って、今日はトマトのファルシ贅沢ローストだしのソース、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはこちらのだしですね、だしを取っていくんですけども、今日はこのだしパックを使って、だしを取る前に、このだしパックなんですけども、もちろんこのまま使ってだしを取ることも可能なんですけど、これ袋から一度開けていただいて、これ直接料理にかけていただいても料理が美味しくなるので、今日は仕上げにちょっとかけていきたいので、その分をちょっとだけ取っておきたいと思います。でこのままだとちょっとだし取れないので、こういったティーパックですね、お茶用のパック、こちらに今日は移し替えていただいて、移し替えていただいたら、こちらを使ってだしを取っていきたいと思います。そしたら鍋に水入れていただいて、今日はちょっと濃いめにだしを取っていきたいので、分量よりも少し少なめの水に設定してます。でだしパック入れていただいて、火にかけていきます。はい、沸いたら中火にしていただいて、約3分ほど煮出していきます。火を止めていただいて、だしパックは取っていきます。軽く絞っていただいて取り出していきます。はい、そしたらボウルなどに移しておいていただいて、こちらはソースのベースとして使っていくので一旦避けておきましょう。はい、続いてトマトですね、トマトはまずはこのヘタ食べられないので取っていただいて、ヘタが取れたら4分の1ぐらいですかね、の位置からカットしていきます。それとこの下も少し安定するように平らに切っていただいて、そしたらこの中身をくり抜いていきます。まあ一回包丁ぐるって入れていただいた方がいいですね。そしたらスプーンを使ってこの中をくり抜いていきます。はい、くり抜いた状態がこういった感じですね。このくり抜いたトマトは今回は使わないので取っておいて別な料理に使っていきましょう。はい、続いてニンニクは皮を剥いてみじん切りにしていきます。はい、続いて玉ねぎ、玉ねぎもみじん切りにしていきます。今日は玉ねぎの食感を少し残した感じに仕上げていきたいので、炒めたりせずこのままひき肉と混ぜていきたいと思います。でみじん切りもそんなに細かくしすぎず少し粗めで大丈夫です。はい、ここまでできたらボウルにひき肉入れていただいて、ここに先ほどみじん切りにした玉ねぎ、それからニンニクですね、加えていただいて、それからタイム、一つまみの塩、それから黒胡椒加えていただいたら、しっかりと練っていきます。はい、しっかりとひき肉が練れたら、こちらはもうトマトに詰めていきたいと思います。そしたらトマトの中に詰めていきます。はい、しっかりと肉が敷き詰められたら、上からグラナパダーノとパン粉ですねかけていただいて、初めに紹介してないんですけど、オリーブオイル、
少しかけていただいて、ここまでできたらオーブンを200度に予熱して、バットにくっつかないようにクッキングシート敷いていただいて、予熱が完了したら焼いていきたいと思います。そしたら焼いていきたいと思います。はい、トマトを焼いている間にソースを作っていきたいと思います。まずは鍋に赤ワイン加えていただいて、火にかけて3分の1ぐらいまで煮詰めていきたいと思います。はい、赤ワインが煮詰まってきたら、ここにだしを加えていきます。だしも加えられたら、再び沸かしてさらに煮詰めていきます。ソースの方もだいぶ煮詰まってきたので、ここで蜂蜜を少々、コク出しの蜂蜜ですね、加えていただいて、それからバター。はい、ソースにとろみがついてきたら味見をして、塩気など問題がないようでしたらソースは完成ですね。オーブンの加熱が終わったら、必ず火を刺して中まで火が通っているかだけ確認していきましょう。しっかり熱くなっていれば大丈夫ですね。そしたら取り出していきたいと思います。はい、焼き上がりはこういった感じですね。めちゃくちゃ美味しそうですね。それではお皿に盛り付けていきたいと思います。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。まずはお皿に先ほど作ったソースをお皿に垂らしていただいて、その上にトマトですね、乗せていただいて、ここに最初に取っておいただしパックの中身ですね、こちらを上からかけていただいて、トマトの上側ですね、乗せていただいて、仕上げにパセリを乗せて飾っていただいたら完成ですね。それでは食べていきましょう。それではいただきます。今日はもうこのトマトのパルシ作ったんですけども、こちらの贅沢ローストだしたっぷり使用しているので、かなり旨味も補われてめちゃくちゃ美味しく仕上がっているかなと思います。ではいただきます。うん、この仕上げにかけた出汁の粉末がかなりいい感じですね。うん、美味しい。この風味をプラスしてくれているので、かなり美味しく仕上がってます。赤ワインとも非常に相性がいいです。この出汁のすごくいいなって思うところは、出汁を取る以外にも5袋破って振りかけていただけるだけで、かなり旨味が補われて、その料理がだいぶガラッと印象変わってめちゃくちゃ美味しくなりますね。で、こういったワインとも非常に相性がいいのでおすすめです。出汁をふんだんに使ったソースとこのトマトのファルシの仕上げにかけてますので、この出汁の旨味を存分に感じられる料理になってるかなと思います。ぜひ動画を参考に作ってみてください。めちゃくちゃ美味しくておすすめです。